さ、こんにちは。前回解けなかったステージなんですけど、あの後、いろいろやってたら、こういう解ける形ができましたと、できましたということだけ報告しておきます。30分近く悩んだので、なんか二度と再現できる気がしないですけど、なんかうまいことできましたということで、クリア。なので今回は、ワールド5ですね。ワールド4を全部クリアしたので、ワールド5に行きます。この1。サーティーベイル。ん？なんかいる。ん？ん？ああ。そういうことね。女性の方も、長さを持つようになったってことね。で、後ろの人は落ちてもいい。先頭の、この女性だけ、とにかく、水の中に入ってはいけない。で、今これ下くぐれました。くぐれるんだな。これでこっち来てもらって、ああ、でもどう？ダメじゃない？なんか向きがちょっと良くない気がする。出られる形にして、入って、ただですね、これ、ああ、そういうことね。方向転換をして、女の方が方向転換をして、左、右上から出てくればいいみたいなステージなんだけど、ちょっと待てよ、おいおいおい、やめて。やめてくれ。そうなるのか。そうなってくるか。なるほどね。なるほどね。なんだか。これって。もう難しいんですけど、最初こうしかないよな。どっかでマントをちぎってもいいっていうことができる。マント2枚だから、帰りにはそこで使う必要はあるだろうから。こうなるよね。ここまでこうなるんだけど、そっからの何？違う手は何ができる？このまんまぐるっと元の場所に戻ろうとすると、後ろについてきている人が邪魔なので、そうではない動き方をしたいけど、奥に行くわけでもないし、マント破るのも辛そうだし、違う道を作るのも、ちょっとあれかな。この着方がまずくて、もうちょっと蛇行してみて、ちょっと蛇行した感じになったんですけど、どうだろう。どうだろう。ぐるっとうまくここが回避できれば。あ、いいね。あ、いいね。いいね。いいね、いいね。いいくないね。踏んでるね。踏んじゃ困るな。踏んだら困るな。ここで動くんだ。え、これやべえぞ。スーパーむずくなってんぞ。スーパーむずくなったな。そうだよね。スネークゲームで、スネークの数増えてるのと同じやもんな。どういうこと？タッキーラッキー。一見、とてつもなく簡単そうなステージではあるが。そこを、はぁ、とりあえずそこ踏んでてもらいたいんですよね、まず。で、一枚破る。
で、次ここにいて、このまっすぐ来る。今のは、うまくやらないと、女の人が先にゴール前まで来ちゃうと、赤いマントの人が女の人と被っちゃうので、その先に、前に進めなくなってしまうという感じですかね。ファーストレーン。二人出たね。女の人は長さが2、全員長さが2で、とてつもない泥だ。まあ、女性は真ん中を渡ることにはなるんやけど、一方通行っぽいから帰りの道をどう作るかですわね。これはどう作るかですわね。とりあえず行きはまあ、どうにでもなってしまうのですが、ああ、ならないんですよね。そうだよね。そうですね。そうでした。これじゃダメだ。踏んで勝つ道作ってなんだけど、踏んじゃうと、女の人で踏んじゃダメじゃんね。女の人で踏んだら破れないはずだから、あ、だよね。あれ？でも第一手ってこれしかなくない？こっからやれることは、じゃあ、黄色のこのマントを破って黄色がフリーになり、でも赤い子動けないでしょ？誰も動けないでしょ？これ違うんだな。今のは罪です。この二人で片方のマントをまず破ってしまう？とりあえずこれで破ってしまい、そして黄色が入る。こうなると、同じか。同じだな。あ、待って待って待って。黄色がそうじゃなくてまっすぐ入ってもいいんだ。あ、そうか。まっすぐ入ってもいいのであれば、またこう入って赤い子は、普通に来てから、ここから女性動き出せば、こんな感じにはなるんだね。なるね。これをマントを残すかどうかはわからぬ。とりあえず踏まないで行ってみると、このまま黄色の子、前進。黄色のこう、こう、そうすると、ダメか。どうダメかって、黄色一個まっすぐでもよかったんだよね。赤がいって、そうすると、ここが出てきて、ちょっと抜けることができる。うん。で、問題は帰り道か。あれ？これ？赤い？赤井さん、赤井さん、赤井さん、ダメじゃない？ちょっと女性の方を置いてもろて。これ一枚そこで使うことになるの？あれ、閉じ込められてる。ちょっと赤い子脱出しないとダメだったね。赤い子先に脱出しないとまずい。が、が、赤い子、あれ？赤い子これ上向き。
いや、上向きはないな。いるもんな。逆向けないもんな。一方通行だからな。あれ？マジで？むず？ここで黄色マントを破る。そうすると、赤い子が抜けれるんだけど、ここで女性たちがカーブするってことは、1枚使うことになる。必ずマントそこで、そこで2枚使うの？ちょっと待てよ。これ、こっちに来てもらった方が都合いいんだけどな。それだったら真ん中、赤いやつ、これ破ってみる？こうすると、こうやって帰る準備ができてて、ダメか。ダメか、マントが足りないな。足りない。足りないな。赤をここで破らずに、なんとか、する方法がありそうなもんだが。黄色が抜け、赤が下向いて、黄色が入ってて、ふふ。そうはいかねえか。赤が上に行って、黄色が前に行って。ぐるっと回っただけやな。黄色を破ってもいいやと考えてみる。ああ、そっか。後ろに戻れないのか。このルート間違ってんだろうな。あ、かまんともう。犠牲にできないしな。あれ、これ、むず。でも、こう来て、こう来て、こう回ってみたいな感じのルートをやらせたいとは思うんやけどね。びっくりするぐらいむずない、これ。難易度の上げ方が、やばい。来て、もっとシンプルに考えてあげるべきか。こう来て、下行って、で、次に、ここを、どっちも潰しておかないといけないので、こう、
違うな。黄色を逆向かないといけないな。黄色を逆を向く。逆向きになる。こうして、こうすると、こう、これで、で、赤が前出れて、こう入れる。いいね、いいね、いいね。いいね。で、こうして、こう来て、これを黄色はどいて赤が一個進んで、こうなり、最後に二人だ。最後に二人だ。最後に二人だ。いける、いける、いける。変なハマり方をしてましたね。ちゃんとゴールの道が見えれば、解けていた。ショートカットしようとして、長引いてしまいましたね。パズルはそういうところがよくある。最短、パッと見の最短距離が全然不正解っていうのは、よくできたパズル。ミニマルトレーニング。本当だ。マス目がすごく少ない。さて、2枚のマントしかなく、ゴール前には、1歩か2歩。まずいきなり女性2枚必要になるので、これはこうならざるを得ないのだよな。そして、何が難しいかっていうと、おい。邪魔なんだな邪魔なんだなそれ。ここで破るとどうなるのか、どうにもならないね。まっすぐ行ったとしても破る。どっちにせよ、この、後ろがついてきてる子が邪魔だねってなるね。邪魔だねってなるね。1,2,3 これで、1枚破ってしまうんだが、これで抜けることができるね。で、あ、いけるいけるいける。一筋縄ではいかないよね。このゲーム、すごく質が高い。ね、ものを、カドル、パドルズ。カドルってなんだろう。たった一枚。最初そっち行くしかなくない？で、で、こう。で、これぐるぐる回るか？いや、回る。で、ないよ。戻って。それをするま、もうダメだもんな、もうダメだもんな、それ。主人公はこの向きに入っていることが、
これダメでしょ？あ、ダメかどうかわからない。あ、出れる。よし、勝った。勝った。勝った？本当に？勝ったか。いや。え？最後そこに僕行きたいんですけど、この二人がここでダンスしてる間行けないもんな。え？かといって元の位置に戻ってもダメでしょ？上を使うのか？いや、使わんだろう。ここを通ることないんだから。戻るの？なんそ、いや。いや。戻ってどうする？同じことの繰り返しでは？ああ、戻るもできなくない？うえ、あれ？なんか見逃したかな？ゴールできてたところ見逃したかな？あそこに入りたい、もしくはマントをあそこで踏めればいい。だけど、後ろからついてく子は、女王と同じ動き方しかしないから、これじゃダメでしょ？ここで向き変えられないのか？あ、変えられるかな？あ、できそうできそう。こうだ。こうだ。やっぱ見逃してた。OK。5の6。The all one, two。二人。長さは2と1。うん。嫌な感じ。難しそう。そうね、動けなくなるね。じゃあ、いやでもな、最初に2位行かないとダメだもんな。ここの2とここで1。これと黄色破ってしまうことになるね。黄色を破ってしまうことになったら、この先3マス絶対無理じゃん。赤ここで、いやー、でもな、どうせちぎるんだったら赤の方がまだマシというふうに考えるか。どうせちぎることになるんだったら、黄色よりは赤の方がいい。で、1,2,3,4,4 だから1,2,3,4、そこでちぎれるってなるとこう、あ、違うな、逆か、1,2,3,4、これだと一マスで進むのかな。そもそも、破るのが正解かどうかもわからないけど、こうするとこうなってしまうけど、11ならまだ足場を引き継ぎ渡らせることはできそう。邪魔じゃのー、邪魔じゃのー、お主。あれ、
赤そうなったらダメだ。ここで赤が動けた。動けたとは言ってもな。で、黄色が一個いけば、でも赤出れないな。これ。最初黄色じゃない？スタート黄色の、あと赤。赤で2位行くんだから、黄色先に入って、赤が後から、これ回れるかな？赤が？赤が？おいおい。これ違うでしょ。おいおいおい。赤がこうで、黄色がこう来て、ここで黄色は動けるから、動いてよし。そして一個動くことで赤が抜け、黄色も抜ける。いいよ。いいね。いい手だわ。黄色はこうかな。とこうこれで、だけど黄色が、黄色これはダメだね。この先、女の人とバッティングするしかないので、これはいけない。ここで赤と黄色が入れ替わった方が、多分都合は良い。黄色が、赤が奥で、赤が奥で、どうなってればいい？一枚破、いや、まだ、そう、破るを考えるのはね、最終だと思うんですよね。こうしてみるか。これで赤はまず抜けられるのですが、女性、でもな、女性そこまで行っちゃうと、やっぱり、そうだよね。奥側のあの沼どうする問題になってしまうんだな、最終的に。どうする？女性が動くより前に、なんか決着つけとかないといけないんだよな。破るか？なんで赤い子こんな向きになってる？ちょっと待てよ。それ一枚破ってみるか。ゴール前。これができれば、ここを交互に渡れればいいんじゃないかな。ダメか、女の子邪魔するな。真ん中にいられると邪魔だな。ここで黄色と入れ替わろうと思ったんですよね。黄色は先に行けばいいじゃんと思ったんだけど、こうなってしまう。ほな、違いますわ。ラストね、ラストどうしような、ラスト。
通に人が入る形だと、どう、寄せが、いや、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4。女性が陸地に着いた直後だったら、なんか抜けるスペースあるか。ちょっともう一回最初のやり方やってみたいな。これで奥に行くのはまずいんだから、なんか出られる形にはしたい。出てこられる形にはしたくて、ちょっとなんかまずいな。つまりこの黄色が今向いてる向きが逆って、逆なんだけど、この向きを逆回りにしてあげたいな。それができるようなスペースがないですね。これで一歩。ここに来る前段階ってそんな詰まってたっけ？こうだよね。ここから回る向きをこっち回りにしたかった。こっち回りにしてなんか突破口があると嬉しいなーぐらいの感じ。ある？あ、考えがまとまってない。考えがまとまってないけど。見てみるのさ。赤が自由になった。自由になった。違う。根本的な問題が解決していない。こっから破りに行くみたいなことできるかな。できないか。なんか、あれ？なんか、もうちょいな感じするんだけど。赤マント破ったら川越えられるかな？これやったら、なんか出る場所なくて詰まったんよな、さっき。多分不正解。これ不正解で、ここで動けなくなる。ちゃうよな。いや。もっとなんかあるはず。赤が奥。女の人が陸地に上がる前に、女の人が陸地に上がるよりも前にゴールするための何かが必要。え、むずいんだが。むずいんだけど、ここ。
先に入ってるような状況になるか。女の人は踏まずに、だけど女の人よりも先に一人入って、いやでもな、あ、いや、そうだよな、マント一枚でも残してる人が女の人よりも前にいれば勝てるわけでしょ？女の人よりも前にいられる人、だけど、マント踏まれたくない。赤マントの、をここで破って、違うよな。赤マウントがそこで横横になったとしても、陸地に上がるときにマントを踏まれてると動けないから、踏まれてたくないのよね。踏まれてたくないくて、かつ先行していたい。黄色先行してるってことは、黄色を足場として使わなかったってことになるんだよな。普通に上にマント一枚置いていくだと、下の沼三マスを抜けることができない。沼三マスを抜けようという考えが誤りで、実はその上の、この辺に女の人が退避するという方法を取ることができ、どちらにせよ、トントントンっていう3マス移動する必要があるから、2人必要になるか。スーパー困ったな、このステージ。解けないな。陸地じゃなくて沼を歩くことあるかな？陸地に乗せるのが誤りで、沼をそのまま上に行くと良い。いやー、厳しいだろうな。この金色が明らかに邪魔になるんだけど、やりたいのはそういうことなんだよな。女の人が黄色に乗ったとしても、罪ですよね。いけるんじゃないか。
いける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 。こんな解放ある？あるんだ。もう最後の方マントビリビリいいんだ。難しかった。難しかった。そうだね。そうだね。なんか確かにうまい感じにマント破れば脱出できる通路あったね。そうだね。このゲームは終盤戦になるとマントを別に維持しなくてもいいやっていう発想にならないとなかなか壁を脱出できないところが出てくるのが難しいところですね。前半戦と後半戦でこう考え方をゲームを解くための考え方を変えていかないとマントを維持しようとするとどうしても辛いことになるのが難しい。よくできてますね。では今回は40分。今回はここまで。